はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファークライ4、ストーリー、ゴールデンパスの勢力均衡ミッション、やっていきたいと思います。で、前回言った通り、ここからまた分岐ミッションなので、今回は、アミミタの、麻薬として使う方向ではなく、そこを医薬品の、その麻薬製造工場を、キラットの医薬品として再利用するという目的のアミミタの言い分を聞いてあげましょう。承諾。さあ、キラ製茶工場に向かい。キラ茶なんとかっていう基地なら結構前に取ったような気がするんだけど。ここ。OK、じゃあ。ヘリコプターが放置されてたから。向かおうかな。さあ、ちょっと見えてきたけど。敵が多分いるから。制圧っていう言ってたよね。だから、ステルスかな？敵を始末して、麻薬畑を守れ。製茶工場に到着。ありがとう、AJ。ドラッグ畑はキラットの未来よ。畑を守るには、あなたの力が必要だわ。軍を追い出して、ケシが被害を受けないようにしてね。気をつけて。まだ死んでもらっては困るの。OK。どんどんね、キャンペーンを進めていけば、北の領地にも行けるようになると思うので、さあ、しゃがみながら移動が早いっていうのは多分結構使えるんじゃないかと。とりあえず敵を、把握していこうかな。そこにもいる。あ、そこにもいる。お二人様。あとは、これは、ただの AR だから、リカブボで行こう。そこに警報器があるんだよな、一つ。で、そこの人たちは特にこちら側を監視してるわけでもないし、このお二人様やっちゃおうかな。一人目を離したので、わちゃ。わちゃ。OK。気づいてない。誰もいないね。いや、しゃがみながら移動が早いのは結構いいな。で、こっちにも今一人いるね。あれはイノシシか豚？襲ってきてもあれだからやっとくか。弾はもう全部あるから大丈夫。さあ、あそこに一人かな。本当に一人だね。 OK。 頭を狙って撃つ。OK。 さあ、ちょっと建物に近づく前にちょっとぐるっと周りを散策してみようかな。山回収。さあ、ぐるって回っていきたいところだけど、結構入り組んでるな、この辺。警報器1個壊しといた方が良かったかな、あっちで。ここに敵はいない。そこに1人いるんだよな。やっちゃおう。誰もいないね。後ろに誰もいない。矢だけ回収。誰もいないね。
効果。これ爆発するやつでしょ。爆発は抑えていこう。ちょっと派手な派手系もいいかもしれないけど。二人いた。しゃがんでればバレることはないと思うので。あ、そこにもいた。あ、もう一人いた。あれは飼い犬かな。ちょっと犬が襲ってきたら厄介だな。犬って石に反応するのかな。あ、するんだ。犬をちょっとやっちゃおうかな、先に。あ、見えない。あ、こっちに気づいたか。あ、気づいてない。あ、犬の死体が。バレた。はい。ミスった。よっ。ノーこっちにいたが。警報器切ろ。あ、これ動いてなかったのか、これ。銃は捨てない。さあ、ならテイクダウン。そして、ほら。これ、インタラクト。ちょっと一旦逃げる。うん、あれ水が出るだけ。ちょっと、犬が、やめて。あ、水が出るだけなのか、あれ。タンクが爆発するじゃなくて。ヘッドショットで。リロード。やった。任務完了だ。お見事よ、エイジ。素晴らしい。ありがとう。ステルスで行きたかったけどな。ケチ畑で粘るはず。援軍を送るから到着するまで頑張って。今そっちに向かってる。え、警報器壊したじゃん。敵来るのか。あ、そういうわけじゃない。ゴールデンパスと合流しよう。アミータの命令で助けに来た。敵が来たわ。やっぱ来るのか。準備して。オッケー。RPG があるぞ、こっちには。南から接近中よ。南から接近中。車で来たらもうそれはね、廃車確定ですよ。車で来てるね。ふっ。回る。クワッドキル。あ、スプリンクラー、これだ。あ、そのためのインタラプトが。あ、ちゃ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 、これじゃない、こっち。まだいる。あ、ちゃ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 、倒して、倒してない。あ、あれ、敵が燃えてる、敵が燃えてる。 OK、 とりあえず水撒いたから大丈夫。まだいる。あいつは火炎瓶を投げてくる。東から接近中。あっちか。先にもうスプリンクラーを起動させておこう。これか。はい、お前が燃えろ。ああ、ちょっと RPG は無理だ。
ロード。ん？車か。うん。オッケー、トリプルキル。さあもうこんだけコープだとかで鍛えていたらスキル満載で簡単にやられることはない。さあ敵はまだいるのか。いるな。まだいる。二人。ああ、燃えてる。敵が燃えてる。こっち来るな。弾薬取って。まだいるかどうかに。敵が出て、来にくいのかな。敵どこだ？あ、そこにいたか。あいつを燃やす。うわ、僕ずいぶん動くな、燃えても。下から接近中だわ。OK、次来た。あっち。スプリンクラーをさっさと起動だ。ここのスプリンクラーはどこだ。敵めっちゃ来てるな。スプリンクラーどれだ。まず基準についた敵やめなさい。 OK、 歩兵がたくさんいるからこいつらも RPG でドン。3人やった。燃やさせはしない。熱い。俺が燃える。やばい、やばい、燃え、やばい、燃えてる。どこで、スプリンクラーどれじゃ。これか。インタラクト。あとは敵体を撃退。敵を撃退。あと一人。二人。なんか詰まってる。OK、 全員やった。ミッション完了。なんてこった AJ、 これじゃ戦闘に唾を吐きかける許可をアミータに与えたも同然だ。大地も岩もキラットの一部なんだ。お前は大地を毒し、父さんが守ろうとした全てのものを侮辱したんだ。アミータがゴールデンパスを率いていく。前回あたりではサバルのミッションやったけど、今回でこうなってしまうのか。いやでもね、別に麻薬目的で使うわけじゃないからね。言葉だけでは。とりあえず今回は、アミータのミッションを受けたと。さてじゃあ、スキル1ポイントじゃ触れない。あ、ロンギヌスが増えたな。今はロンギヌスとアミータ。OK、じゃあちょっとロンギヌス行ってみようか。さあ、ロンギヌス、ロンギヌス毎回テントみたいなところにいるな。またなんか、ロンギヌスミッションやったら武器がもらえるのかな。OK、インタラクト。たとえ、死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れない。あなたが共にいてくださるから。詩編23章4節、また会えて何よりだ AJ。 主の御業をなしに来たか。
そうかもね。告白させてくれ。私は災いを恐れる。他人のなす災いではない。それは簡単に対処できる。違う。私が恐れるのは私の内なる災いだ。私の罪を覚えているか。前に話してやった非道なビジネスのことを。ダイヤのことだろう。そうだ。子羊の血は全ての罪を洗い流すが、清らかさを取り戻すには私は悔やみ、さらに改めなければならない。キラットには罪が溢れている。見つけなければならない。まずは迷える羊を探して、追えば保管庫にたどり着く。そこで見つけたものを持ってこい。わかった。そして彼は友達や近所の人を呼び集め、いなくなった羊を見つけました。一緒に喜んでくださいと言った。ショートハンティング、ロンギヌスって風呂入ってんのかな。指定の場所に向かえ。で、向かおう。目的地まで見つからずに密輸業者の後をつけろ。距離を保ったままついていけ。ってことは、ヘリじゃバレるか、さすがに。あ、車があるもんね。ターゲットを倒して鍵を入手し、ブラッドダイヤの保管庫に。またダイヤか。ひとまず車乗って。あ。尾行か。あ、2台いるんだ。あ。あれ待て。待って。オッケー、後ろの車も含めて見つからないようについていくしかないか。ちょっと RPG でドカーンってやってもバレそうだし。さあ、あれだね。バレないように尾行。あれ、こいつの車にはバレたけど、いや、逃げよう。密輸業者が最優先。痛い。ちょっと待って、あれ待って、おお、車をかいくぐりたい。で、王立軍のやつらはなんとか避けたかな。止まった、倒せ。 OK で、こいつから違う。鍵ゲット。さあ、手芸が来てるから倒す。残れないったら残れない。車がいた。はい。え、AR で。グレネードでも投げる。当たってない。なら、テイクダウン。オッケー。で、開ける。で、グレネード。誰もいなかった。テイクダウン。伸びる。さて、これか。ブラッドダイヤ。これ持って逃げろ。逃げろか、オッケー。逃げないよ、戦うよ。こっちには強い武器が。
くさんある。ドラム缶があるな。ドラム缶を撃ったけど、わ、なんか 絶妙な位置にいる、あの敵。待ってよ、弓だな。はい、 OK、 はい、 OK。 まだいる敵。 RPG、 いや、やめとこう。RPG なんですか、私はもう戦闘が成り立たずに、もうどんどんキラットが崩壊していく。OK、 逃げよう。目的地まで持ってけ。あれ、敵いる。目的地はここ。逆方向。歩兵がまだいたか？ん？あれか？あ、引けない。するで。なんかランプ光ってるけど、車。故障寸前？よし。はい、またダイヤモンドだよ。ん？なんだこれ。あ、この中にしまう。オッケー。ショートハンティング。スキルメニューでブレッドラングラースキルが解除された。特定のミッションをこなすことによって、獲得が可能になるスキルもあって、これか。すべての武器のリロード時間が大幅に短縮される。これいいね。もうここまで来ると、もうスキルポイント3、4っていう領域に来てるので、じゃあ4ポイントまで貯めて、ブレッドラングラー取れるまで頑張るかな。新たにロンギヌスクエストがプレイ可能になった。まあメインミッションもどんどん進めていくのもいいんですが、まあこの際だから、もっとこの、キャラとの世界を、堪能するために、だいたい他のミッションとかも出たら、今のところロンギヌスと、ヨギとレジ、まあメインストーリー以外のクエストも、たくさんやっていきたいと思います。じゃあ今回は、ここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。